常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんも面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ついにね、まあ、プーチンがね、ベラルーシ行きまして、まあ余計なことをやってきたみたいで、なんか再度ね、まあまあ、この間も動画やりましたけど、ベラルーシからね、もう一度キーウに再侵攻するんじゃないかということでね、まあマスコミがね、この情報を拾ってね、まあちょっと今ノイズを増幅しているようなところなので、まあぶっちゃけどういうことなのかということをぜひですね、最新情勢を踏まえて解説したいと思うんですけど、まずね、時事通信の記事からご紹介いたします。ロシア軍首都再侵攻懸念、ベラルーシに部隊集結、ウクライナということで、ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、軍治安機関幹部と会議を開き、北の隣国ベラルーシにロシアが部隊を集結させている問題を協議したと。ベラルーシはロシアによる2月の侵攻当時、侵攻開始時、首都キーウに向けた、進軍ルートになった経緯があると。政権はキーウ再侵攻のシナリオを排除せず、あらゆる事態の展開に対応する用意があると確認したということです。で、ちなみにね、プーチンはね、昨日ですね、ベラルーシを、まあ、訪問しまして、戦争始まって以来初めてらしいんですけれども、ルカシェンコと会談しました。で、ウクライナ侵攻の長期化に備えた、体制固めのために、ベラルーシの軍需産業掌握を狙っていると、そういう、まあ、疑いの目でね、見られていると。いうことです。で、プーチン、ルカシェンコ両首の間で、ベラルーシ軍を地上を含めた作戦に参加される問題が、議論されると。ベラルーシ経由のウクライナ侵攻の可能性は低いものの、まあ、あり得るということは、ISW も言っているということで、まあ、記事になっております。まあ、実際のところですね、共同声明とか確か出なかったらしいんですよね。なので、まあ、どこまでルカシェンコやるかね。ちなみにルカシェンコがなんで参戦できないかっていうことはね、前に ISW にレポートが書いてありました。はい。ルカシェンコ政権はね、常に国内で反乱の危険性にさらされてるんですよ。はい。これはもう、有名な話ですよね。だってほら、すごいデモとか起こってるし、もうそれを力でねじ伏せてるでしょ。なので、部隊をですね、ウクライナに送ってしまうとですね、足元、首都のね、ミンスクとかで、いきなり反乱が起こった時、抑えきれなくて、ルカシェンコの政権倒れてしまう可能性があるんですよ。なので、おそらくプーチンとのね、この会談の中でも、いや、兄貴と、ね、部隊を送って助けたいのはわかんだけど、助けに行った瞬間に俺が終わって、結果的にはその部隊、裏切っちゃうかもしれないんですよ、みたいな、そういうぶっちゃけ話をしたのかどうかね。まあ、プーチンにそんな弱みを見せたら大変なことになるんですけども、果たしてどうなのかということです。なので、まあ、そのルカシェンコはですね、まあ、大して強い軍隊でもないんです。そもそもベラルーシの軍隊ね。大して強くない上に、人数もそんなに多くなくて、で、今はね、国内の治安をね、キープすることね、国内の治安を維持することにですね、もう全力を注いでないと、いつひっくり返されるかわからないと。まあ、ベラルーシのね、不満を持った人たちってみんな、ウクライナで義勇軍に参加したりとかしてるぐらいね、ルカシェンコのこと、ムカついてますから、ね、あそこの国境でね、まあ、行き来もあったりしますので、そうすると結構ね、簡単にはね、このベラルーシ軍が、ロシアとね、まあ、一緒になってウクライナに侵攻するっていうわけにもいかないだろうと。まあ、そのロシアの作戦を、まあ、側面サポートするためにも国内の治安優先でね、お願いします、兄貴みたいな感じで、まあ、話したかな、まあ、よくわかんないですけどね、まあ、その、ちょっと詳しいところはね、まあ、彼らは絶対喋らないですから、まあ、喋んないんですけど、まあ、ISW がですね、その、まあ、このルカシェンコの政権基盤の脆弱さということをね、随分前にレポートしていたんで、まあ、おそらくこれが正しいのだろうと、いうふうに思っております。で、一応その時事通信の記事でもですね、その引用されていたね、ISW、なんですけれども、ISW ね、アメリカの戦争研究所ね、最新のレポートでね、この会談について、次のように、評価しております。プーチンが、まあ、19日にね、ルカシェンコとの会談、するんだけれども、まあ、要はその協力を要請するんだろうと、いうふうに思われていると。で、ロシアのウクライナに対する侵攻にベラルーシ軍が深く関与することを議論すると、いうふうに、まあ、考えていると。いうことです。ただ、ベラルーシ軍によってですね、まあ、強化されたとしても、ロシアが今後数ヶ月の間に効果的な大規模機械化攻撃作戦を準備し、実施する能力には疑問が残ると、いうふうに書いてます。で、これはまあ前の動画で言った通りですね。で、ロシアは、予備役動員や、毎年秋の徴兵サイクルで人員を確保しているが、この秋ね、今週に、迅速かつ、効果的な機械化作戦を実施するための十分な訓練は受けられないだろう。ロシアは現在、ウクライナで戦闘中の部隊に戦車大砲、長距離攻撃機、その他必要不可欠な資材を、装備させるのに苦労しており、この冬の、攻撃作戦のために、大規模な進軍を準備させるのに間に合うとはとても思えない。それでもプーチンはこの冬の終わりに大規模な攻撃作戦を再開を命じるかもしれないが、ロシア軍またはロシア、ベラルーシ連合軍がそれを成功させることができる可能性を過大に評価しないことが重要であると。
ISW はルカシェンコがベラルーシ軍をウクライナ侵攻に投入する可能性は低い、と判断している。まあそれはさっき言った理由ね。ルカシェンコ自体が、これ、自分の周りからその、ガードがいなくなっちゃうとね、自分を守るその部隊がいなくなっちゃうと、ルカシェンコ自体がやられちゃう可能性があるので、まあこれなかなか難しいだろうということです。まあこれ私を監修してくれてるね、プロの、軍事専門家も同じこと言ってました。まあやらない方がいいけど、ね、軍が必死に止めるべきだけど、もしやったら、壊滅的な被害を、まあ受ける可能性があるという点では、まあまだ ISW の見方は変わっていないということです。で、この動員に関してはですね、またクリス・オーさんというね、まあツイッターのね、そういう、お浸透活動やってる方が、今日はツイート上げてたんですけれども、ロシアのですね、まあ、なんて言うんでしょうね、準軍事組織って言っていいのかな、まあ、なんていうのかな、危機対応組織ね、まあ、端的に言うと、消防、ね、警察、ね、こういった方々にですね、どうも招集がかかる前触れみたいなのが出ていると、いうことでですね、ツイッターに、それが載ってました。はい、どんな内容かというとですね、クリス・オーさんがね、言ってたのは、なんかね、荷物を用意しろと。ね、非常持ち出しみたいなものを用意しろというふうに書いてあって、で、そこにこうアイテムが書いてあるんですけど、もう明らかにこれピクニックに行くような装備じゃないよね、と。ね。要は防寒着持ってこいとかね、テント持ってこいとかなんとかって書いてあるんですけど、まあその中にいろいろとね、戦闘に必要なようなものもいっぱい書いてあって、まあどうもですね、消防士とか、ね、それからその警察官とか、まあ、それから機動隊員とか、そういうのもこう動員してですね、まあ、ウクライナの戦場に送ろうとしているのではないかと、いうですね、見方が出ているということです。で、さらにですね、これイギリス国防省のね、ツイッターね、イギリス国防省のツイッターからね、まあ、そういう動員された人たちがどんな悲惨な目に遭ってるかということで、ワグネルね、例のね、要は民間軍事会社って言ってる、まあ、傭兵部隊ですけど、もうこいつらがですね、もう極めて非人道的な扱いをしてるというね、情報がこれ出てました。これね、何をやってるかというと、携帯電話みたいなやつはハンズフリー機能みたいなのですね、こうね、つけてね、動員された新兵ね、で、それで、この指示しながら、無謀な攻撃をさせてるっていう話なんです。一応ね、そのレポートをね、翻訳して読むと、ワグネルは、ドネツク州のバクムト周辺の消耗戦で、主要な役割を担い続けている。この数ヶ月は、採用した多数の訓練不足の囚人を利用した攻撃戦術を展開していると。で、個々の戦闘員には、スマートフォンやタブレットが支給されていると。で、そこで個人の指定した攻撃軸と、襲撃目標が、その衛星画像に重ねて、まあ、表示されると。で、正体レベルでは、指揮官は、まあ、隠れていてですね。で、無人機からですね、まあ、ビデオでそいつらの位置を、まあ、そのフィードバックされてね。で、無線で命令を与えているらしいです。で、事前に計画されたルートをね、進むように、その、まあ、兵隊は命じられるわけですけれども、多くの場合ですね、火力支援はついているんですが、まあ、砲撃あるんですが、装甲車と並走することは、まあ、ほとんどないと。で、許可なく突撃ルートを外れたワグナー、まあ、そのね、ワグナーの兵士はですね、即刻処刑されると、脅されている可能性が高いと。いうことです。で、これら残忍な戦術は、ワグナーの希少な資産である、経験豊富な指揮官と装甲車を節約することを目的としており、組織が消耗品として、評価している、より容易に入手できる囚人募集を、まあ、募集した囚人兵を使って実施されているということ。恐ろしいなと思いますよね。で、ちなみにこのワグナーはですね、民間軍事会社であるにもかかわらず、中に憲兵みたいなやつがいて、で、取り締まってるらしいんですよ。命令違反のやつとか。これもだからロシアの法律どうなってんのって話ですよね。なんか軍閥みてえなやつがいて、ね。で、そこに警察機能までなんか、まあ、持ったですね。まあ、一部の特別な部隊みたいなのがいるということで、これもほんとシャレになってねえなと、いうことです。で、こいつらを使ってですね、まあ、このバクムトでね、無謀な突撃が未だに繰り返されてるみたいなんですが、まあ、ロシア軍の犠牲はね、まあ、うなぎ登り。になっているということでございます。で、まあ、そんな中ね、ロシアはね、なかなかウクライナをま、地上戦では打ち破れないので、インフラ攻撃をま、続けているわけですよ。で、これ日経新聞記事出てましたけどね、もう今日の朝にもですね、ロシア、ウクライナ、ごめんなさい、ロシアのですね、まあ、イラン製ドローンですね、シャハド136ですか。イラン製ドローンによるですね、まあ、攻撃があって、で、ウクライナ側は30機を撃墜したということなんですが、やっぱり、打ち漏らしたものがね、インフラに被害を与えたと。で、さらにね、ゼレンスキー大統領曰くですね、ロシアがイランから、新たに250機のこのドローンをまた入手したということで、恐ろしいなと。いうふうに思います。で、やっぱりね、これね、キーウ市当局によるとね、ドローン23機が飛来し、このうち18機を撃墜したんですが、やっぱり5機はね、落っこっちゃったらしいんですよ。だからやっぱね、完璧にはね、この防御できない。この点の低い、攻撃ね、
あの、高さの低い攻撃は、あれが効くんですよね。あの、イスラエルの、あの、アイアンドームね。あの、ガザ地区とかから撃ってくるロケット弾ね。低い弾道のものをこう撃ち落とすのには非常にあの優れたシステムなんですけど、まあこういったものを供与しないとですね、なかなか厳しいんじゃないかと。一応あの、ウクルインフォルムの記事によるとね、ゼレンスキー大統領がですね、イギリスに防空システム、オランダに戦車、ノルウェーに防空ミサイルの、提供を要請したというニュースが出てるんですけど、まあこれ今ウクライナにとっても切実な問題ですよね。まあ要はプーチンはですね、まあ今言ったようにね、無茶な動員かけて消防士さんとか警察官とかね、囚人とか無茶な動員かけて、でもワグネルとかね、もう本当にその非人道的な手段でこういう人たちを戦場に投入してはいるんですが、ウクライナ軍もなかなか強くてですね、簡単には抜かせないし、むしろダメージを与えていて、まあ、じりじりむしろロシア軍が押されているようなね箇所も多いわけですよ。まあバグムトではちょっとずつ前進してるみたいですけど、まあそれでも一日数百メートルも前進できなくて、で前進してもまたすぐに取り返されたりとかということを繰り返しているわけですよね。で地上戦で勝てないからといってですね、まあこういう民間インフラを攻撃してですよ、まあ、寒さでここね、寒さでその根を上げるのを待とうみたいな、これまさにね、まあ、ポグロムと同じですよね。ひでえよなとね、いうふうに思います。あれポグロムでよかったんだっけね、ウクライナをねかつて飢えさせてね、植えさせて、まあ、その、穀物をね、全部収奪して、ウクライナ植えさせてね、値を上げさせるみたいなことありましたけれども、まあ、あれと同じようなですね、まあ、その非人道的な手段というのは、未だに使われているということで、まあ、その、親ロ派のね、皆さんね、何の因果でロシアの味方してるかよくわかんないですけど、こういうね、非道なことをするね、国のね、味方しちゃいけないと、私は思いますよ。ね、そしてね、ウクライナね、日本からも絶賛援助してですね、この戦いにぜひ勝利してもらいたいなと思っております。簡単にはですね、まあこれは値を上げるわけにはいかないですよね。自由で開かれた社会を守るための戦いなんで、本当にね、ウクライナの皆さんに頭下がるなと、ウクライナに栄光あれということで応援は続けたいなと思っております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想などを書いていただきまして、内容気に入ったらね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。